こんにちは。アメリカンフードへようこそ。じゃあ、パパですよ777のビデオを見たから、今日、日本のマクドナルドのてりたまバーガーを作ります。てりたまバーガーは何ですか？卵あるテリヤキバーガーです。じゃあ、はじめは豚のひき肉をパティにします。じゃあ、これをフリッジに戻ります。てりたまバーガーはマヨネーズソースとテリヤキソースはあります。じゃあ、今テリヤキソースを作ります。もう一回広瀬さん、皆さんに教えてください。醤油、みりん、砂糖、321で合わせる。そうしたら砂糖はチースプーン1、みりんチースプーン2、醤油チースプーン3、これを混ぜます。そしてマヨネーズソースはティースプーン1ずつのヨーガート、マヨネーズ、レモンジュース、これも混ぜます。今中熱でパンをちょっと焼きます。この色がいい。今卵を作ります。じゃあ、低温でオリーブオイルを熱して、卵をちょっとポップして、フライパンに入れます。かわして待てます。卵はこれでいい。今中熱よりちょっと熱くて、もう少しオリーブオイルを入れて、オイルを熱します。熱して塩とペッパーでセーソンしたパティを入れます。これも冷蔵します。2分後にサードします。もっと2分後にバーガーがフライパンから出て、テリヤキソースが入ります。そしてバーガーがもう一回戻ります。ソースでバーガーをカバーします。あ、今これでいい。じゃあ今サンドイッチを作ります。じゃあパンにバーガー、卵、1枚のレタス、そして最後はマヨネーズのソース。では今てりたまバーガーをフレンチフライとビールと食べます。いただきます。